こんにちは。僕の手チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は股関節痛に関する内容を話していきたいと思います。股関節痛は様々な原因で誰にでも起こりうることです。今回は腰の痛みと股関節痛に関する内容です。股関節痛がある方は腰や膝が痛い方が結構多いです。それにはしっかりとした原因があるのですけれども、片方の股関節周りにある筋肉だけでも20を超える筋肉があります。どれがどのようにして股関節痛を引き起こしているのかは千差万別です。もちろん股関節周りの筋肉だけでなく、腰周り、膝周り、それらの筋肉がそれぞれ絡み合ってきます。もっと言うと足首であったり首の骨であったり、もうどこにどのように原因があるかというのはもう本当に見てみないとわからないんです。僕も股関節痛を持っています。右の股関節です。右と左だと脚長差があります。右の方が短くなってます。1センチから 1.5 センチぐらいは短くなってるんですけど、それでもフルマラソンは走れます。トライアスロンもできます。様々運動はできます。で、最近僕が悩まされているのが右の腰の痛みでした。ずっと痛みが残っててなかなか取れなかったんです。ほぐしてもらったり、ストレッチをしたり、負荷をかけたトレーニングをしたり、いろいろしたんですけどなかなか取れなかったんです。そこで何が原因なのかっていうのをずっと探っていました。そしたら一つ怪しい筋肉がありました。それが大腰筋という筋肉です。大腰筋という筋肉はあまり聞き慣れたことがないと思いますけれども、大腰筋と腸骨筋、この2つの筋肉が合わさって腸腰筋という筋肉になります。腸腰筋という筋肉は聞いたことがある方は多いと思います。この腸腰筋の中の大腰筋という筋肉をダイレクトにアプローチしました。この大腰筋という筋肉は腰の骨、腰椎です。腰椎の 3,4,5 番あたりから股関節の付け根につきます。股関節の付け根が痛い方はこの筋肉、大腰筋、腸腰筋です。腸腰筋に問題がある方が多いです。もちろんそれだけではなくて内転筋の問題だったりするので、どれとは言い難いんですけど、今回僕は大腰筋にアプローチしました。どのようにアプローチしたのかを動画に撮りましたので、そちらをご覧ください。ちょうど仙骨の部分、はい、尾底骨と仙骨が当たる感じで、はい、痛めてる方の足を伸ばすためには両方ともまず膝伸ば、あ、曲げたままでついてもでまず大丈夫、痛めてない方の足、膝を自分の方に持ってきて膝を抱えてもらいます。抱えてもらって、でその後反対側の痛めてる方の足を自分の方にまず引きつけて、膝はまずまた曲げたままで、はい、でそこからちょっと膝を伸ばしていただいて、でそこからゆっくりと下ろしていきます。でちょうど下についてもいいので、この時に伸びた感じがあればちょうど股関節の前側です。ない時はちょっと足を内外に軽くひねったりとかすると伸びる場所があるので、うん、これ抱えるといいんだね。ちょっとこの腰を丸めるじゃないですけど、うん、イメージ、これがストレッチ。頭はもちろんついてていいんだ。ついてていいです。でこれから動かす、鍛えるってなると、このままゆっくり足を上げて、で下ろす時もゆっくり下ろしていきます。これをずっと繰り返す流れです。でこの時もちろんストレッチ感があるところまで、うん、来てる来てる、付け根に。でそこから上げてです。でゆっくり痛気持ちいいぐらい、うんうんうん、あー、ストレッチがかかってきた、やっとで。下ろしてる時に鍛わってるの、これは。下ろしてる時です。上げる時は、上げる時も使ってるんですけど、うん、ネガティブ動作、伸ばしてる時の動作の方がいいです。こっちでは腸腰筋プラス四頭筋も一緒に、うん、使って、今下ろしてる時がどっちも使ってるんですけど、うんうん、この時しっかり腸腰筋、股関節の前が伸びてると腸腰筋がしっかり使われている証になります。これいいね。これいいです。確かにストレッチは強く
ダイレクトに来る感じかな。スプリットスクワットだと四頭筋、もう前を強く感じてしまうという、うん、まあ、確かにこの付け根も来るんだけど、はい、これダイレクトだね、腸腰筋に。何回ぐらいがいいんだろう、まあ、10回3セット、まず10回ぐらいが、うん、強度としてはそんな強くないもんね。トレーニング強度はそんなに、うん、強くしようと思えばこの重りちょっと足につけてみたり、こうトレーニングかもストレッチか2つ分けてしまえばいいという、ストレッチの時は下にずっと置きっぱなし。あ、で、まあ、股関節が弱い人用っていう感じかな、まあ、だから鍛えようと思えば、だってこれ重りを下にこうグーって行かせないといけないから、ちょっとこっちに段差が欲しいもんね。めちゃくちゃこれで、これでも伸び、これだけでなんか両方バリッときてるよ。これ強度がちょっとやっぱ強くなるわ。ここで結構下ろせるので、うん、はい、うん、右だけちょうどこの辺りが柔らかくなってます。付け根がまだ残ってはいるんですけど、こっちはあんまり変わらない。いかがでしたか。これは大腰筋にダイレクトに行くストレッチ的筋トレです。今回紹介した動画はストレッチの要素もありますし、負荷をかけようと思えば負荷をかけれます。大腰筋にダイレクトに負荷をかけることができるので、非常に有効的な運動となっております。これを僕もしまして、腰の痛みがなくなりました。また股関節の痛みもなくなりました。今回この大腰筋にアプローチした理由としては、山を走って下りを勢いよく走ったんです。そしたら股関節の付け根に痛みが走ってしまったんです。それは前からあったんですけど、今回はなるべく慎重に走ったんですけれども、また出てしまいました。で、これは実験するしかないと思いまして、この大腰筋の運動をしました。そしたらこの運動をしたその日は痛みは消えませんでした。しかし次の日、股関節の付け根の痛みに関しては痛みが全くなくなりました。そしてその次の日、2日後ですね、腰の痛みが全く気にならなくなりました。ですので、この大腰筋の運動は非常に有効的だと思われます。しかし一つだけ注意点があります。それはこの運動にしろ、股関節痛を抱えてる方、絶対にこの運動は一人でしないでください。必ず専門家と一緒にしてください。でないと悪化する可能性が非常に高いです。今回のこの動画は健太さんと僕が試行錯誤しながらしております。これは僕が専門家だからこそ、痛みが出ないか出るか瀬戸際のところでやっております。僕らでさえも痛みが出てしまうことがあるので、必ず専門家とやらないといけません。その専門家というのは、股関節痛は動かせば治るという確信がある専門家です。中にはスクワットをしたらいけません、動かしたらいけません、そういう専門家の方もいらっしゃいます。別にその方を否定するわけではありませんけど、僕らは動かしてこれまでも何人もの股関節痛の方を治しております。ですので自信を持って皆さんと一緒に運動をしております。決して一人でこの動画を見て、自分も同じような痛みがあるからやってみようとは思わないでください。この動画は参考程度にしてください。またこれからも股関節痛に関する内容もいろいろ発信していきますので、またご覧ください。ありがとうございます。